世界で一番はっきり見える幽霊だ。これってカーペットなんですか。これはこれは布。何の布。おいくらしますか。これ5万円。カホールテラスハウスやのに、ここ入って急に実家なって回るんですよ。いいやんか。確かめてみます。ちょっと見て柴田どう。どういうこと。まあ、今までとちゃうやんけ。どういうこと。もう一回ちょっと確認して。どういうこと。いやいや俺のどういうことってね。もう一人住んでんの。どういうことちょっと終わってるから。さすがに3人ぐらいですよね。3人当たり前。ああ何笑ってどうした。何やねんほんまに世界で一番はっきり見える幽霊が3人暮らしやとしたらね。3人よちゃんとお辞儀してたもん。だってそう礼儀正しいこうやってだから映していいんですか。顔だけ隠せば多分いい。テレビみたいなこと言うな。いや向こうもややこしい。アップトゥーよやろ。顔だけすいません。顔だけちょっとじゃあ隠しててください。すいません。オッケーいただきましたんで。早いや。二つ返事で読み込み早い。すぐもう出たいやつや。俺やったら嫌やけどな。じゃあちょっと行きますね。鍋さんいいですか。いいっすよ。ちょっと見てください。3人や衝撃映像がちょっと。あれどういうことですか。どういうことですか。え ちょっと待ってください。ね、どういうほんまに嫌やわ。どういうこと。飼い猫の下にまだ飼い猫ダメですよ。主人に黙って勝手にもう一匹飼い猫増やした。猫のサイズじゃないでしょ。この方は説明いただいていいですか。これは一応僕の彼女ですよ。これ大丈夫かマジで。いいんですか。いいんですか。いいんですかその話。大丈夫や。ファンの方とか大丈夫ですか。いない。おる。彼女さんはいいんですか。いいんですか。全然出ていただいていいですか。ああ。何でいいね。食べしより前ちょっと何で隠しちゃう。もっとこうそれ何なん。チェケバラ店で。でこまで誰に似てる。誰に似てる。フラットマジでフラットこの目でクワバタオハラのクワバタさん。まあでもマジフラッグ。まあいい意味で、いい意味やな。いい意味で。メガネがな。よりってことですよ。より性格が似てる。クワバタ。芸人以外で頼む。芸人以外。いいんですか。その同居人の二人からしてこんな鍋さんがこう連れてきてるのは。全然いいんですかそれは。まあでもその鍋芯が汚した分とかをやっぱりもうできた彼女やから、はいはい、掃除したんですか。綺麗にしてくれたり。めっちゃいい人じゃないですか。あ、せえへんえごめんちょっとよそ行きなやつ。あの2人で山盛りキッチン汚すだけ。2人でよくキッチンで料理作ってんから、はいはい、その量が40人前くらい。なべほんまこうやってるもん。なんでそんな食に対して貪欲なんすか。やるか。今日の趣旨的には一番テラ派ですよね。でもそのやな一番いつのブレてるやん。彼女さんは全然いいんですか。この彼氏がみんなと住んでるのって嫌じゃないですか。確かに。いや全然ありがとうございます。住んでいただいてっていうことですよね。素敵な住ませていただいて。ナイジーさんのどこがそのはい俺の部屋いじれやん。お前いって。大きないじるもんあるから。大きすぎるんすよ。はい俺の部屋ごそごそしろや。見ます。じゃあ部屋ちょっと見るよ。え、ちょっと待ってくださいね。何これってカーペットなんですか。これは布。なんか一応わからんけど布団直に置くのもあれやから引いてる布。敷布団に段差があるんじゃない。違うんだよ。実家感すごいですって。ちょっとこんな映されんねや。匂いも実家やろ。なんか、ね、せっかく向こうがねテラスハウスやのに、うん、ここ入って急に実家なってまうんですよ。いいやなんかリビングからこの部屋ここでびっくりするやろ。なんか落差が。じゃあここでメインで生活してんねんからええやんそれは。で お母さんもおるし。お母さん誰かや。誰の先輩の彼女。お母さんとか言うたらあかんねんだよ。ナ
森進のお母さんもっと喋るわ。もうええもうええって俺のほんまのおかんの話。めっちゃ喋る、もっと喋るんすよ。お茶とか全くください。うわぁ、嫌 やな。どのだけ可愛い。たまたま。競馬、これ何なんすか。これはほんま僕、武豊さん好きなんで、武豊展っていうのをやってた時に直筆サインのその展示してたパネルを買えるんですよ。え、いくらしたんですか。これ5万円です。ソファー出さへんの。これも家宝です。ソファーには1円も出さないんですけど、武井さんのサイン入ってるなっていう。で、僕の好きな絆っていう馬なんで、これ応募して。さっき言ってたね、カップ麺をね、大量にここに隠し持ってるんですか。中に入れてるって言ってましたけど、いやでもほんま少ないっすよ。だからこのパスタとか、うわでも生々しいわ。なんかなんでそこに食品ラーメンとかをムカつくわ、この辺に。まあ一応そのえ、みんなに食べられへんようにってことですか。食べられへんようにというか、もうこれは俺が買ったもんやから。出ないわ、そんなわ。精神が崩壊した。詰められすぎて。え、じゃあそれは俺らが腹減った時に、うん、ちょっとこっちないから俺らがちょっと来て食べるのはいいの。え、それはだから個人の部屋に入らんとこっていうルールやから、それダメですよ。敷地で守っていいんやから。食べること自体はいいですけど、ずるすぎるやろ。一応その部屋には、はい、寺派感ちょっとあんまないっすね。ねえ、でもなんか生々しい家やな、部屋やな、ここだけ。そんなことないって。じゃあちょっと次村上さんの部屋。村上さん、いやいや、待って。え、なんで、あれ、え、あれ、え、なんで、なんすか。こんな言葉でんことある。あんな喋ってたよ俺のこと。こんだけバーって言ってね。男女で何らかのパーティーを。何らかのごめんなさい。僕はもう実家の生臭い匂いしましたけど。生臭い。ちゃんと臭いって言うてるやん。なんかいじるのもない。じゃあ、だから普通にマジで抱いてるだけ抱いてるだけ。なんとか匂わそうとせずいいですよ。